教会の聖母誌、または教会の聖母は、初期フランドル派の画家ヤンファンエイクが1438年から1440年頃に描いたと言われている絵画。大ク板に、油彩で描かれた板絵で、ゴシック様式の聖堂内で、幼児キリストを抱く聖母マリアをモチーフとした、小作品である。奇跡を散りばめた奉冠をこむるマリアが腕に抱く。 幼児キリストをやし、キリストはマリアを見つめながら、マリアの衣服の胸元を握りしめている。13世紀の伝統的なビザンチニ様式のエレウサのイコンを思わせる衣装を身につけたマリアは、この作品では天界の女王として描かれている。背景の新郎にあるアーチ状の飾り講師には、マリアの生涯を表現した。 木星彫刻が描かれており、壁眼には同じようなポーズで幼児キリストを抱くマリアの彫刻が見える。ドイツ人美術史家エルビンパノフスキーは背景の彫刻からマリアとキリストが生身となって抜け出てきたような構図になっているとしている。画面右の入り口には賛美歌集を手にして賛美歌を歌う二人の天使が描かれている。 聖母マリアを表現したビザンチン美術作品の多くと同じくヤンファンエイクも教会の聖母子でマリアを非常に大きな象徴的人物像として描いた。さらにヤンファンエイクは教会の窓から降り注ぐ光を入念に描いている。きらめくように室内を照らし出しマリアの背後の床に2カ所のスポットを作り出す光の描写が マリアの諸女性と神の恵みを表現しているのである。多くの美術史やが、教会の聖母子は、もともと2枚の板で構成されていたディプティクの左パネルであり、現存していない右パネルには、依頼主の肖像画が描かれていたのではないかとしている。ヤンファムエークと、ほぼ同時大臣の1499年の画家と、 呼ばれる画家とヤン・ホッサールトが描いたと言われる、教会の、聖母子を複製したディプティクが2点現存しているが、それぞれの右パネルに描かれている内容は、全く異なっている。1499年の画家のバージョンの右パネルには、室内でひざまずいて、祈りを捧げる依頼主が描かれており、デン・ホッサールトのバージョンには、屋外で、聖アントニオスと共に祈る依頼主が描かれている。 どちらの複製もヤンファンエイクのオリジナルに大きな修正を加えており、より新しいスタイルの作品に仕上がっている。ただし、両作品ともにオリジナルが持つ宗教的美しさは完全に失われていると言われている。教会の聖母子が最初に記録に現れるのは1851年である。以来、この作品の制作年度や作者の特定が 多くの学者を巻き込んでの議論となってきた。当初は、ヤンファンエイクの初期の作品だと言われており、後に、ヤンの兄であるフーベルトの作品だとされた。現在では、ヤンファンエイクの作品であり、ヤンの1430年代半ば頃の、絵画技法との比較で、教会の、聖母子は、ヤンの晩年の作品だと考えられている。 1874年にベルリンの絵画館が教会の聖母子を購入しコレクションに加えたが1877年に盗難にあった。間もなく発見されて絵画館に戻されたがオリジナルの名入りの学装は失われてしまっている。現在では教会の聖母子はヤンファンエークの最高傑作の一つとされており、 ミラード・メースはこの作品について、光の描写の美しさ、繊細さは、西洋美術史上でも最高級であると評している。鳥のミラノ自島書の画家、G と呼ばれる人物が描いたとされるミニアチュール、死者のためのミサ。鳥のミラノ自島書は、複数の画家がミニアチュールを担当しており、 このうち画家 G はヤンファンエイクではないかと言われている。このミニアチュールに描かれているゴシック風の室内描写は教会の聖母子と非常によく似ている。教会の聖母子の作者の童定や制作年代の否定は19世紀から20世紀にかけての初期フランドル派に対する研究の進展が影響している。 現在の学説の主流はこの作品が1438年から1440年頃に描かれたとするものだが、1424年から1429年頃の作品だという説も根強く残っている。15世紀に制作が開始された装飾写本、鳥のミラノジ当初には、複数の画家たちの手によるミニアチュールが掲載されている。 これらの画家の詳細は伝わっていないが、現在では、画家 G と呼ばれている画家は、ヤンファンエイクだと考えられている。しかしながら19世紀終わり頃には、画家 G は、ヤンファンエイクの兄である、フーベルト・ファンエイクだとされており、1875年に発行された、ベルリンの絵画館のカタログでも、教会の、聖母子は、フーベルトの作品であると記されていた。 20世紀初頭においても、ジョルジュ・ユラ・ンドルーのように、教会の聖母子はフーベルトが描いた作品であると断定した、美術史屋もいた。現在では、鳥のミラノ字当書の画家ジーや、教会の聖母子の作者がフーベルトであると考えている。美術史屋はおらず、現存するフーベルトの絵画作品は、極めて少ないと言われている。1912年に発行された、 絵画館のカタログでも、教会の聖母子の作者は、ヤンファンエイクであると訂正されている。教会の聖母子の制作年代の否定も、時代とともに変遷している。19世紀には1410年頃の作品だと、されていたが、研究が進むにつれてこの説は否定されるようになった。20世紀初頭には、 オーストリア人美術史家、ルードビヒ・フォン・バルダスが1424年から1429年頃の作品だという説を唱え、後に1430年代初頭の作品だとする説が主流となった。そして、ドイツ人美術史家エルビン・パノフスキーが、教会の聖母子を詳細に調査し、1432年から1434年頃の作品であるとした。 しかしながら、リトアニア出身の美術史家、メイヤー・シャピロが、さらに研究を重ね、1953年に、出版した、初期ネーデルラント絵画で、教会の、聖母子の制作年度は1430年代、後半だと主張している。1970年代には、ヤンファン・エイクが1437年に描いた、聖バルバラとの研究比較で、教会の、 聖母子は1437年以降に完成を見たという説が唱えられた。オーストリア人美術史家オド、オットー・ペヒトも1990年代に1434年の作品、アルノルフィーニ夫妻像と屋内描写が告示しているとして、おそらくヤンファンエイクの後期の作品ではないかとしている。 21世紀になって、アメリカ人美術史家ジェフリー・チップス・スミスと、ジョン・オリバー・ハンドが、1426年から1428年の作品であるという新説を唱えた。もし1425年頃の作品という説が、正しければ、ヤン・ファン・エイクの新作と認められている作品の中では、教会の聖母子が最初期のいたえということになる。教会の 聖母子は縦 31cm、横 14cm という装飾写本のミニアチュール並みの小作品で、この大きさは15世紀に使用されていた多くの祈祷用ディプティクのサイズと合致する。ディプティクの形態性や価格などの面から小型化が進んでおり、所有者が描かれた精緻な絵画をより近くで見たいという要求も小型化に拍車をかけた。教会の 聖母子に描かれている聖母マリアは赤いドレスの上に質感の異なる暗青色のローブを羽織っている。暗青色はマリアの人間性を際立たせる目的で伝統的に絵画作品に採用されてきた色である。ドレスの裾にはソルト、ルーと読める金糸の刺繍があり、これはラテン語で太陽を意味する、ソーレと光を意味する。 ルクスの一部であると考えられている。宝石で豪車に何段にも飾り立てられた宝冠を被ったマリアは腕に幼児キリストを抱き、キリストの両足はマリアの左手に置かれている。キリストの下半身は長く尾を引く白い布にくるまれており、その手は刺繍が施されたマリアの衣装の胸元を掴んでいる。マリアとキリストの拡大画像。背景中央に 聖母子の彫刻が背景右に賛美歌を歌う二人の天使が描かれている。教会の聖母子の背景である教会内部には聖母マリアに関する様々な事物が描かれている。マリアのすぐ後ろには二本のろうそくに挟まれた聖母子像の彫刻、その右のクワイアにはマリアを称える賛美歌を歌う天使がそれぞれ描かれている。 マリアの頭上には受胎告知のレリーフ、張り出し窓には聖母体幹、そして画面右上にはキリスト宅形像が描かれている。教会の聖母子には神の子の母としてのマリアの生涯が表現されているのである。マリアの左に描かれている柱には二段組のプレイヤータブレットがかけられている。ヤンファムエークと 同じく初期フランドル派を代表する画家ロヒール・ファンベル、ウェイデンが1445年から1450年にかけて描いた7つの秘石の祭壇画にも、教会内の柱にかけられた同様の祈祷版が描かれている。この2段組の祈祷版には、教会の聖母子のオリジナルの額装に刻まれていた名と同じ文言が記されている。 クリアストーリーに並ぶ高窓から肥料が見渡せ、ボールとのアーチ部分には蜘蛛の巣が描かれている。トリフォリウムには異なる建築様式が見られ、聖火体積と浴炉は新郎に比べると当時、最新の様式で表現されている。高い窓から降り注ぐ、聖地に表現された光線がきらめくように入り口やタイル張りの床などの境界内部を照らし出す。 この輝くような陽光は、聖火体石の内陣障壁に建てられたろうそくの揺らめく明かりと対比されている。全体的な明暗の画面構成としては下部に行くほど薄暗くなっていく。最も暗い影として描かれているのは、聖火体石の階段と側廊部分である。教会の聖母子の人物造形は、1400年代初めの絵画作品としては異例なまでに、 写実的な作風で描かれている。15世紀になってから大きな進歩を遂げた実際の要項を詳細に観察して絵画作品に光として表現する技法を先取りするかのような表現がなされている。ただし光の表現そのものは写実的と言えるものだがこの光がどちらから差し込んでいるのかがはっきりとしていない。美術史家エルビンパノフスキーは この作品では、北側の窓から光が差し込んでいるが、当時の多くの教会では、聖火体積が東に面していたため、光は南側から差し込むはずであると指摘した。この矛盾からバノフスキーは、描かれている光は、自然光ではなく聖なる光を表しているとし、自然の法則ではなく、宗教的象徴の法則に則っ,って描かれている作品であるとしている。 初期フランドル派を専門とする美術史家エリザベト・ダネンスは教会の聖母子のオリジナルの学奏に見られる上部が丸まった形状がフーベルト・ファンエイクが制作を開始しその死後に弟やファンエイクが作業を引き継いで完成させたヘントの祭壇画を想起させるとしている1851年の記録から教会の 聖母子のオリジナルの学層に刻まれていた名が伝わっている。地下の形式で記されていた。この名は、学層最下部のフレームから記述が始まり、両横のフレームを経て、最上部のフレームで終わっている。最下部のフレームには、フロース・フローレオ・カラーウム・アポロリーズ、両横と最上部のフレームには、 また、ヘックエフィリアパーテルエナトゥスキオーディビトタリア、デウスホモナトゥスイットセットという文章が記されていた。日本語訳すると、母は娘、その父は天聖。かつてこんなことはなかったであろう。神が人を作りたまいたとなる。マリアの衣服の裾には、ラテン語の文言が記されており、オリジナルの学装に刻まれていた名と、関連し合っている。さらに、 ヤンファンエイクが1436年頃に描いたファンデル・パーレの聖母子の聖母マリアのローブに刺繍されている文言とも共通性がある。ファンデル・パーレの聖母子の文言は知恵の書から引用されたエニムハイクスペシーシーアソーレイティスーパーオムニムスタラ,ラムディスポジショナムルーチコンペラータインベニーチャープライアーで 知恵は、太陽よりも美しく、すべての星座にまさり、光よりも、はるかに輝かしいという意味である。また、ラテン語で書かれた、太陽の光が窓を通り抜けても、決して汚されることはない。彼女は、聖書女だった。そして、今でも、聖書女のままであるという中世の賛美歌の一節を、絵画化した作品だという説もある。これらの名や文言が、 描かれている彫像やマリアの描写に生命を吹き込んでいるとみなす美術師へたちがいる。一方で、クレイグ・ハービソンらのように、当時のディプティクは純粋に個人的な祈祷用に制作されたものであり、記されている名や文言は決まり文句で、祈祷者に心の安寧をもたらす役割以上の意味はないと主張する美術師やもいる。さらにハービソンは、ヤンファンエイクが、 個人からの依頼で制作した作品には非常に多くの宗教的な文言が記されていることを指摘している。これらの文言はプレイヤータブレットや祭壇画と同じく祈祷者の心を癒す役割があるとし、このような祭壇画の恒例としてロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する初期フランドル派の三連祭壇画、聖母誌を挙げている。 画面上部のステンドグラス部分の拡大画像。ヤンファンエイクの初期の作品に描かれている教会や、聖堂は、ロマネスク様式の建物として描かれていることが多く、旧約聖書に書かれている、エルサレム神殿を模した構成となっていることがある。しかしながら、教会の、聖母子の教会は、当時最新のゴシック様式で描かれている。これはおそらく、マリアと、 戦う教会と教会の栄光等を関連づけることを意図しており、マリアの姿勢と非常に大きく描かれた体は、ビザンチン美術や国際ゴシックの絵画作品からの影響を受けている。北方ヨーロッパの絵画作品における建築学的に正確な建物描写は、ヤンファンエイクが初めてもたらしたものだった。教会の聖母子の背景に描かれたキリスト卓形像。 ヤンファムエークはこの作品で、教会内部を非常に精密に描いており、当時最新のゴシック様式の建物が正確に描写されている。このため、ヤンファムエークが、様式の微妙な異を描き分けることができるだけの、建築学に関する豊富な知識を有していたと考える、美術視野や,や建築視野も多い。 細部にわたって詳細かつ正確に描き込まれているためにヤンファンエークがモデルとした教会な内し聖堂がわかるのではないかと考える学者も存在する。しかしながら他のヤンファンエークの作品と同じく教会の聖母子の教会も創造の産物でありおそらくはヤンファンエークが理想とする建物として描かれている。この教会に 直接のモデルが存在しないことは、当時の教会にはあり得ないものが多数描かれていることから判断できる。教会の聖母子の教会描写で、ヤンファンエイクが実在の建物をモデルとしなかったことについて研究している美術師やもいる。主流となっている説は、ヤンファンエイク自身が理想とする教会を描き、 マリアの幻影の現実にふさわしい場所を用意したというもので、写実的な効果よりも美学的な効果を狙っているとする。この作品に描かれている教会には直接のモデルとなっている建物は存在しないと考えられているが、トンゲレムの聖母大聖堂や聖ニコラース教会、サンドニ大聖堂、ディジョン大聖堂、リエージュ大聖堂、ケルン大聖堂が、 間接的ないし部分的なモデルとなっている可能性も指摘されている。トンゲレンの聖母大聖堂には、教会の聖母子に描かれているのとよく似たトリフォリウムやクリアストーリーが存在している。教会や聖堂の数が少ないトンゲレンは、北東から南西へと伸びる細長い地域である。よって、教会の聖母子に描かれている要項をトンゲレンで求めるならば、 夏の午前中ということになる。トンゲレンの聖母大聖堂は、奇跡認定されたことがある。聖母子立像でも有名だが、この立像は、ヤンファンエイクの死後に制作されたものである。美術史家オド、オットー・ペヒトは教会の聖母子に、インテリア幻想と呼ばれる、作詞効果が見られるとしている。この作品を鑑賞する者の視線は、新郎と交差郎へ向かい、 内人じきりと聖火体積へと伸びていく。ペヒトの説では、この作品では、意図的に遠近法が歪められており、建物を構成するパーツの関連性は明らかになっているとは言えない。後景と前景の移り変わりが、柱を覆い隠すように描かれた聖母マリアによって、巧妙に隠蔽されている。中継はほとんど除去されており、我々の視線は、 無意識のうちに錯綜してしまうとしている。この作詞効果は、陽光の再色度合いでさらに強められている。詳細に描かれた室内は薄暗く影の部分が多いにもかかわらず、見えない屋外には豊かな光が溢れていると思わせる表現がなされている。13世紀ゴシック様式の教会としては珍しいことに、教会の 聖母子に描かれている窓は、ほとんどが透明な板ガラスとなっている。ジョニエル・ウォードは、新郎をめぐる多くの窓の中で、キリスト卓形像が浮かび上がるように描かれている窓が、最も重要であると指摘した。この窓は鑑賞者の視線を、正面から受け止めており、その描写も、赤と青で彩られた花を表現した。 複雑なデザインのステンドグラスとなっている。この窓は、透視図法がぼやけ出す、画面最用部に描かれているが、すぐ背後に描かれている花をあしらった、ステンドグラスとの効果で、突如として、画面最前面に、キリストタック形像が出現したかのように見え始めると、している。ウォードは、このような目の錯覚とも言える現象の原因が、 画面最上部へ集約する投資図法がぼやけていくためだとは考えていない。これは創世記に記された生命の木に対する巧妙な暗誘で、教会の聖母子にはキリストの復活の象徴が描かれているためであるとしている。キリストが卓形に処せられている十字架の最上部に花を廃するという構図は1426年頃に マサッチオが描いた十字架の最上部には樹木が描かれているキリスト卓形にヒントを得た可能性がある。ウォードはヤンファンエークがマサッチオの作品以外からも様々な影響を受けて十字架に咲く花を描いたとし、十字架が生命の木となって生まれ変わり、人々が見つめる中で花を咲かせたまさにその瞬間を描こうとしたと結論付けた。 ワシントンのナショナルギャラリーが所蔵するヤンファンエイクが1434年頃に描いた受体告知ヤンファンエイクが描いた聖母マリアの絵画の中でおそらく最も有名な作品であり教会の聖母誌と同じく建物に比べてマリアが非常に大きく描かれているただしこの受体告知では建物の大きさがはっきりとはわからず 大きく描かれているマリアの身長も推測することはできない。中世ヨーロッパでは聖母マリア数形が盛んで15世紀初頭にはマリアを主題とした美術作品が数多く制作された。マリアはヨハネによる福音書の思いは肉体となった肖像として表現されることも多く神の聖なる光を直接その身に受けた人物として描かれた。 中世美術において、光は、マリアの解体とキリストの誕生を意味する、視覚的象徴として使用されていた。窓から差し込んだ神の聖なる光が、マリアの体を貫いた時に、キリストが、マリアの体内に宿ったと信じられていたのである。教会の、聖母子において、光が聖なる存在として表現されていることは、マリアのドレスの裾に刺繍されている。 ラテン語の文章やオリジナルの学奏の名からも明らかである。降り注ぐ光の光源は太陽からの自然光ではなく聖なる存在が発しているかのように描かれマリアの表情を明るく照らし出している。マリアの背後の床に描かれた二つの光のスポットがこの作品に神秘的な雰囲気を与えるとともに神が存在しているということを表現する効果をもたらしている。 マリアはきらめく光を全身に浴び、その背後の壁岸には、キリストの権限の象徴である二本のろうそくに照らし出された聖母子像がある。自然には存在し得ない光の描写が、教会内部に幻想的な表情を与えており、ペヒトはこの雰囲気を作り出した、ヤンファンエークの色彩感覚を高く評価している。15世紀には、 アルプ水北の北方ヨーロッパの画家たちにとって、キリストの権限の秘跡を表現する手法として、光を使用することが普通になっていった。窓ガラスを貫いた光が処女であるマリアに、キリスト解体をもたらしたとする手法で、これは12世紀のフランス人神学者、ベルナルデスの著書と言われる、説教集の様々な説教の一節から着想を得ている。 輝く陽光はいささかも色あせることなく、ガラス窓を貫き、何ら傷つけたり破壊することはない。このようにして、素晴らしき全能の父たる神の御言葉が、諸女の寝室に入り込み、その体内から人の姿となって顕現したのである初期、フランドル派の台頭以前には、絵画における聖なる光の表現技法は十分とは、言えず、天界からの輝きを表現する際にはきらめく、 黄金として描写されるだけだった。降り注ぐ、光の動きに意味を持たせるのではなく、光そのものに重点を置いた描写がなされていたのである。ヤンファムエクは、光のサイドを重視した、最初の画家の一人で、周囲を明るく照らし出す様子と、画面を満たす、光の色調の変化を描いた。 様々な明度の光によって照らし出された物体を精緻な色彩感覚で描き分けた。躍動する光が教会の聖母子にも表現されており、特にマリアのドレス、宝冠、紙、街灯に描き上げられている。1340年頃に描かれたカンブレーの聖母。作者未章でカンブレー大聖堂が所蔵している。 アントワープ王立美術館が所蔵する泉の聖母と教会の聖母子はヤンファンエイクがその最晩年に描いた聖母子像とされている。描かれているマリアはどちらの作品でも立ち姿で青色のドレスを身にまとっている。これらはヤンファンエイクがキャリア初期に雑して赤いドレスを着用したマリアを多く描いていたこととは交代賞と言える。 マリアを立ち姿で描いた絵画作品はビザンチン絵画のイコンによく見られる構図で、教会の聖母子と泉の聖母は共にエレウサのイコンと呼ばれる作品群の影響を受けている。エウレサのイコンは英語で慈しみの聖母とも言われ、マリアと幼児キリストが頬を寄せ、キリストがマリアの顔を撫でているという構図の作品である。14世紀から15世紀にかけて、 このようなビザンチン絵画作品が大量にアルプスイ北の北方ヨーロッパに持ち込まれ、初期フランドル派の最初期の画家たちによって盛んに模写された。作者未章のカンブレーの聖母に代表されるような後期ビザンチン絵画と、こうしたビザンチン美術の影響を強く受けていたジョットのような画家たちの作品では、マリアが非常に大きな体の女性として描かれることが多かった。 ヤンファンエークも間違いなくこの作風を取り入れているが、具体的にいつ頃描かれた、どの作品から影響を受けたのかということについては、議論となっている。ただし、ヤンファンエークがこの作風の絵画作品を直接目にしたのは、1426年か1428年のイタリア訪問時だと考えられている。 これはカンブレイの聖母が北ヨーロッパに持ち込まれる前のことだった。教会の聖母子と泉の聖母は幾度も模写され、15世紀を通じて様々な工房が制作した複製画が市場に流通している。ビザンチンで巨大なマリア像が好んで描かれたのはギリシャ聖教会との不和に終止符を打とうとする当時の世論や 和解交渉と関係があると言われている。ヤンファンエイクのパトロンで宮廷画家として偶したブルゴーニュコフィリップ3世もこのような動向に強い関心を示していた。ヤンファンエイクが1431年頃に描いた肖像画数奇鏡ニッコロアルベルガティに描かれているニッコロアルベルガティはビザンチンとギリシャ聖教会の関係修復に尽力したローマ。 教皇庁の外交官の一人だった。ジョットが1310年頃に描いた、荘厳の聖母、ウフィツィ美術館たと比較して、聖母マリアを大きく描くという手法は、後期ビザンチン絵画からの影響とみられている。教会の聖母誌では、マリアに三つの異なる役割が与えられている。それは、キリストの母、教会の栄光、そして、 天界の女王である。天界の女王の役割はマリアが被る法冠によって強調されている。教会の聖母子は装飾写本のミニアチュールとほぼ同じ大きさの小作品だが、建物や内装に比べてマリアの体が非常に大きく、教会にそびえ立つかのように描かれている。マリアの頭は教会2階の回廊とほぼ同じ高さにあり、 その身長はおよそ5メートルに達すると考えられる。マリアを巨大な女性像で描くのは、ビザンチン美術の伝統的手法で、ビザンチン美術の影響を受けていたルネサンス霊明記のイタリア人画家ジョットも、同様の手法で1310年頃に、荘厳の聖母を描いている。マリアの体を非常に大きく描くことによって、マリアの優れた人格と教会での重要性を、 表現しようとしたと考えられている。美術史家、ティルホルガー・ボルヘルトはこの作品のマリアについて、聖母が、教会にいるのではない、聖母こそが教会だという暗湯であるとしている。巨大に描かれたマリアは教会そのものを体現、象徴しているという説を最初に唱えたのは、1941年のエルビンパノフスキーである。19世紀の美術史家たちは、教会の、 聖母子のマリアが大きく描かれているのは、ヤンファンエイクが若年で技量が未熟だったキャリア初期の作品であるためだと考えていた。現在ではマリアを巨大に描いたのは意図的なものだったとみなされており、写実的に描かれた最小ロランの聖母やアルノルフィーニフサイゾーなどとは対照的な構成を持つ作品となっている。ただし、写実的に描かれている両作品ではあるが、 人物に比べて室内は非常に狭く描かれているように見える。これは描かれている依頼主や依頼主と聖人との親密な関係を表現することを意図している。ヤンファンエークがマリアを巨大に描いた別の作品にワシントン DC のナショナルギャラリー・オブ・アートが所蔵する受胎告知がある。 1434年から1436年頃に描かれたこの作品では描かれている建物の建築様式が不明確であるためにマリアとの比較対象となる建物の大きさが判断できない構成になっている16世紀の画家様子ファンクレーフェが受体告知の複製画を制作しているがおそらくはこの画家の未熟さゆえにマリアは普通の大きさで 写実的に描かれたと言われている。マリアは聖母マリアが信者の前に権限する聖母の出現の構成で描かれている。このため、教会の聖母子の失われたパネルにはマリアに向かってひざまずいて祈りを捧げるディープティク制作依頼者の肖像画が描かれていたと考えられている。聖人が 信者の前に姿を現すという構図はこの時代の北ヨーロッパ美術作品によく見られるものでヤンファンエイクのファンデルパーレの聖母誌も同様の構図で描かれた作品であるこのファンデルパーレの聖母誌では聖書を手に祈りを捧げていた依頼主ヨリスファンデルパーレが一息ついた瞬間に祈りが具現化したかのように聖母誌と 聖ゲオルギウス、聖ドナトゥスが権限する様子が描かれている。教会内部の柱にプレイヤータブレットがかけられていることから、教会の聖母子に描かれている教会は、巡礼教会であると推測される。このことからクレイグ・ハービソンは、この作品には、巡礼に関する秘跡も描かれているのではないかとしている。 このようなタブレットには奉納者それぞれの祈りや願いが詳細に書かれており特別な製造や絵画の前あるいは教会内部に捧げられたものだったプレイヤータブレットには現世での罪を許し死後に煉獄へと落ちることを防ぐ効果があると信じられていた描かれているプレイヤータブレットが捧げられているのはマリアの左肩後方の壁岸に置かれた聖母子の 肖像である。失われたオリジナルの学装に刻まれていた、キリスト皇坦に関する文言は、イットセットという文字で終わっており、これは、エトセトラで、おそらくはこの作品の鑑賞者全員に対する、職友情となっている。しかしながら、教会の、聖母子の本来の制作目的は、あくまでも、個人的な祈祷用や、巡礼の再現を目的としたものだった。 ヤンファンエークのパトロンだったフィリップ3世は数多くの聖地巡礼を行った君主だったが1426年にヤンファンエークに対して個人的な職友情を与えた記録が残っている中世後期のヨーロッパではこのような慣修が広く受け入れられていた教会の聖母子に描かれている聖母マリアと幼児キリストは背景にある聖母子の彫像が 具現化したものである。当時このような現象に遭遇することは、巡礼時における最高の神秘体験であると考えられていた。具現化した聖母子と彫像の聖母子のポーズは酷似しており、マリアが被っている竹の高い奉冠も、実際の王族が着用する狼やマリアを描いた絵画作品に見られる奉冠ではなく、 マリアをモデルとした彫刻作品によく見られる表現である。さらにハービソンは具現化した聖母子の背後の床面にある二つの光のスポットが彫刻の聖母子の両横に立てられたろうそくに交往しているとしている。1499年の画家が描いたディプティク教会の聖母子と修道僧クリスチアン・デ・ホントの肖像。 アントウェルペン王立美術館所蔵。ほとんどの美術史やが、教会の聖母子はディープティクの変欲だったとしている。もう一枚の翼と蝶子で接続されていたと考えられる留め金の跡があり、失われた右パネルには、左パネルである、教会の聖母子と対称性のある絵画が描かれていたと考えられている。 教会の聖母子のマリアは中央やや右に立ち恥ずかしそうに顔を伏せているかのようにその視線は下向きにパネルの端を見つめているこのマリアの下向きの視線は右パネルに描かれていたであろうひざまずいた制作依頼者の肖像に向けられていた可能性が高い壁眼キリスト宅形像とその背後の窓を除いて背景の構造物は パネル左側に右向きの角度で描かれており、聖母子だけではなく左パネル全体が右側を向いているという構成となっている。ハービソンは、教会の聖母子は、まず間違いなく、祈祷用のディプティクの左パネルであると主張している。美術史家、エリザベト・ダネンスは、マリアの視線がパネルの端を越えているように見えることについて、 初期フランドル派のディプティクやトリプティクに描かれた成人の視線が同じ作品に描かれた制作依頼者の肖像にまっすぐ向けられている作品が多いことを指摘している。また、教会が右斜めに傾いている構図で描かれていることも教会の聖母子と右パネルとが関連付けられていることを示唆している。よく似た構成で描かれた同時代の絵画作品として、 フレマールの画家の受体告知があり、ロヒール・ファンデル・ウェイデンが1452年頃に描いたブラック家の祭壇画では各パネル間の連続性がさらに強調された構成となっている。ヤン・ホッサールとの作品ではないかと言われているディプティクの左パネルに描かれた教会の聖母子。1510年から1515 15年頃に描かれ、 ローマのドーリア・パンフィーリ美術館が所蔵している。ヤン・ホッサールトではなく、ヘラルト・ダビトの作品と言われることもある。右パネルに描かれた、聖アントニオスとイライヌ氏、依頼主。1513年頃の作品で、左パネルの、教会の、聖母子と同じく、ローマのドーリア・パンフィーリ美術館が所蔵している。ほぼ同時代に描かれた、 教会の聖母子の模写となるディプティクが2点現存している。ヘントの1499年の画家と呼ばれる画家の作品とヤン・ホッサールトによるものと言われる作品で、両作品ともにオリジナルのヤン・ファン・エイクの教会の聖母子がブルゴーニュ校フィリップの彦にあたるマルグリット・ドートリッシュの所有となっていた時期に完成を見た。 どちらのディプティークも左パネルにはオリジナルとは、差異が見られる、教会の、聖母子の複製画が、右パネルには制作依頼者の肖像画がそれぞれ、描かれている。しかしながら、両作品の右パネルは全く、別物となっている。1499年の画家のディプティクの、右パネルには、豪奢な資質で祈りを捧げる死闘会の修道僧、クリスチアン・デ・ホントが、 デンホッサールとの右パネルには幻想的な緑豊かな屋外で聖アントニオスが付き添うひざまずいたアントニオシチリアーノがそれぞれ描かれている。どちらのディプティクがファインウェイクの教会の聖母子の右パネルを模写しているのか、あるいはどちらも全く異なる情景が描かれているのかはわかっていない。 1499年の画家が描いた、教会の、聖母子は、マリアの衣装の配色をはじめ、ファンエイクのオリジナルと比べて細部にかなり相違が見られるが、美術史やの見解はオリジナルに比べて、作品のバランスや構成が損なわれているということで、ほぼ一致している。デン・ホッサールとの、教会の、聖母子も、マリアの立ち位置が変更されている。 マリアの衣装が暗青色一色になっている。マリアの表情が変更されているなどの大きな修正が見られる。そして、どちらの教会の聖母子もオリジナルのマリアの背後に描かれた2つの光のスポットが除去されているほか、多くの宗教的優意を意味する事物が省略されている。これはヤンファンエイクが用いた宗教的優意の重要性を 後世の画家たちが理解しきれていなかったためだと考えられている。しかしながら、デン・ホッサールトの、教会の、聖母子は、全体としてはオリジナルを忠実に模写していることから、作者が、ヤンファンエイクの技量と才能に、多大な敬意を払っていたことが見て取れる。また、1499年の画家、教会の、聖母子にも、 天井の描写や赤い布地の質感など、ヤンファンエイクが1434年に描いた、アルノルフィーニ夫妻像を連想させるものが数多く、描かれていることから、ヤンファンエイクを称賛していたと考えられている。1520年から1530年頃に、フランドルの装飾者本作家、ミニアチュール画家のシモン・ベニングが、幼児キリストを抱く聖母、マリアの上半身像を描いている。 この聖母子像は、教会の聖母子とよく似ているため、教会の聖母子を下敷きにして制作された作品ではないかと言われている。ただし、マリアの頭部に15世紀の作品によく見られる、円行が描かれているなど、教会の聖母子に直接の影響を与えた可能性がある、後期ビザンチン絵画のカンブレーの聖母にも酷示している。ベニングの聖母子像は、 1499年の画家並びに、デン・ホッサールとの、教会の、聖母子とは、相違点が多い。ベニングの、聖母子像は、ディプティクではなく単体での作品であること、構図は、ヤンファンエークのオリジナルに似ているものの、彩色が全く、別物となっていることなどである。これらの点から、ベニングの、聖母子像は、ヤンファンエークのオリジナルではなく、 伝ホッサールトの複製画からの影響を受けていると考えられている。教会の聖母子の来歴には不明な点が多い。来歴が残っている時代であっても、その記録が錯綜していることもあり、ダネンスは信用できないとしている。16世紀初頭から1851年までの 記録はほぼ皆無で、その後も1877年に盗難にあったという記録はあるが、いつ取り戻されたのかは正確にはわかっていない。歴史家、レオン・ドラボルドが、1851年に、フランスの南都近郊の村にあった、祭壇画について記録している。この記録によれば、教会の新郎で右腕に、幼児キリストを抱く聖母マリアが描かれており、板に描かれた、 祭壇画で保存状態は極めて良好。制作当時のオリジナルの学奏が残っていると記されている。また、ラボルドの記録にはオリジナルの学奏に刻まれていた名の記述も残されていた。1855年の記録には、フーベルトとヤンのファンエイク兄弟の合作とする、教会の聖母の記述があり、この作品は、 ラボルトの記録に記されている聖母子の遺体と同じ絵画であると考えられている。この教会の聖母はフランス人脳が所有しており、もともとはフランス人外交官がイタリアで収集した絵画コレクションを脳が50フランで購入したものだった。アーヘンの美術品収集家バルトルド・スワモントが1860年代に購入し、 1869年の記録に学僧の名と共に記述されている遺体が教会の聖母子に非常によく似ている。この遺体はなんと由来の作品であると考えられており、1851年にラボルトが記録した祭壇画と同じものではないかとされている。1874年5月にベルリン美術館が219点の絵画を購入し、 この絵画の中にスワモントのコレクションも含まれていた。その後、1877年に、教会の聖母子は、東南に遭い、10日ほど後に発見された時には、オリジナルの学装は失われていた。教会の聖母子は、ベルリン美術館が発行した1875年の、カタログには、ヤンファンエークの元作であると記されており、1883年の、 カタログでは紛失したオリジナルからの模写であると記されていた。しかしながら間もなく作者の特定が見直されて、1904年に発行されたカタログでは、ヤンファンエイクの新作であると記されている。教会の聖母子のディプティークの制作依頼者は、ヤンファンエイクのパトロンだったブルボーニュコーフィリップ3世だと考えられている。その後、 フィリップ三世の美術コレクションの多くを相続した、ソ,ーソンマルグリット・ドートリッシュの1567年の資産目録に、教会の聖母子の特徴に合致する絵画の記録が残っている。この記録には、アゴトラ・タブロール・デノ・オーストレ、ダメ、ジュ、ドゥック・フィリペ、クイエ・ベニュー・デ・ミアレ、カベール・デ・サテン・ブルーッシュ・グリーオン・ファーモルクス・ダルジャン、ドアイ・ボード・デ・ベロ・ア・バート、 ペデラメイン・ヨハネスと書かれている。資産目録の記述方式の慣例から、ヨハネスは、ヤンファン・エイクを、ドゥック・フィリペは、ブルゴーニュ公・フィリップ3世のことを指しているとされている。ありがとうございます。